皆さん、いつも応援ありがとうございます。プラスアンバサダーの片山です。この前ですね、8月2日の土曜日に、行われました第40回、もう40回もやってるんですね。松本ボンボンに山ヶ連の連長としてこの格好で、参加してきました。当日は本当に山ヶ連、そしてサポーター連含めて、まあ、山ヶ連だけでも100人超えの人が集まってくれて、楽しく、一生懸命汗めっちゃかきながら、楽しく踊ってました。まあ、その模様をね、皆さんにもぜひ見てもらいたいんで、まずはその模様をご覧ください。いつもありがとうございます。プラスアンバサダーの片山です。今日は松本ボンボンに来てます。連長として、山ヶ連の約100人超えの皆さんと一緒に踊ってます。まあ、本当にこんなね、歴史ある、祭りに参加できて嬉しく思います。まあ、松本山がもっと街中で知ってもらって、一人でも多くの人に、アルビに来てもらえるようにもっと頑張っていきたいと思いますんで、皆さん、はい、よろしくお願いします。プラスアンバサダーでした。ありがとうございました。うわになりながら、みんなのと一緒に頑張って踊りましたけど、こんなね、方々からもメッセージをいただいてます。それではどうぞ。皆さん、ロックオンバラルールとマナーを守って、素敵な踊りをしていただきたいと思います。そろそろ6回目スタートしましょう。いきますよ。皆さん、みせです。浜夏子です。スタートです。私たち2014ミス松本も、いやどうですか、ミス松本も応援してくれてますよ。やっぱりこの、なんていうんですかね、夏の祭りにミス松本、最高っすよね。まあ、本当にね、これからもこういういろんなイベントに、少しでも参加してですね、一人でも多くの人をに松本山を知ってもらって、これからある意味でね、一緒に戦っていきたいなと思います。まあ、まだまだ厳しい戦い続きますけど、これからもプラスワンでよろしくお願いしたいと思います。それでは皆さん、さよなら。プラスアンバサダーでした。